ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。人間魚雷って、使われ出したのは1944年からで、アクリル樹脂でできたドーム型の部分が海上に出ていて、潜れないのね。排水量 2.7 トン、速力4ノットで、時速約 7.4km、航続距離は仕様によって約56から89km で、まさかそのまま突っ込んで、突っ込んでいかないぜ。魚雷の中をくり抜いて改造して、兵士が乗れるようにして、その下に魚雷をぶら下げていて、その魚雷だけを射出するんだぜ。なんだか安心したわ。だけど、たまに魚雷の切り離しに失敗して、艇と操縦手が魚雷に牽引されて、そのままターゲットに向かってもろとも。恐ろしいわ。その時のスピードは時速約 55km で、当たっちゃう前に、外に飛び出さないと。このドーム型の蓋は、外からしか開けられないんだ。どうしてそんな危なっかしいものを作ったのよ。ドイツ海軍は戦争初期の頃は優勢だったんだが、後半は劣勢になり、その上ドイツは制空権も奪われていた上に、ノルマンディ上陸作戦において、ドイツの潜水艦軍がノルマンディの圏外へ追い出される前に、連合軍に対して対抗するために、対抗できそうに見えないんだけど、夜中に奇襲をかけたんだ。それで開発されたのね。実は、初めに使われたのは、1944年の4月にイタリアのアンティオというところでなんだが、ノルマンディより前じゃない ?4 月20日から21日の夜間に、これはネガーという名前が付けられていて、200隻ほど作られ、作った人の名前に由来しているんだ。なんていう人が作ったの?リチャルト・モアだぜ。どこが由来してるの?モアというのが、北アフリカのベルベル人や、中世に南ヨーロッパを侵略したアラブ人を意味しているみたいで、そこから黒人を意味するネガーになったんだが、なるほどね。アメリカなんかで、黒人の人の前でこれを言うと、本当の本当に泣き物にされてしまうから、気をつけた方がいいんだぜ。そうなの。あくまで、黒人の人が同じ黒人の人を呼ぶ時だけに許された言葉だから、よく黒人のラップ音楽の中で耳にするんだぜ。わかったわ。それで、イタリアではどうだったのよ。アンティオ港に停泊する連合軍の艦隊に対して、30隻のうち、作戦行動に入れたのが17隻で、後の13隻は開始前に転覆して行動不能となって、帰還時にさらに3隻が未帰還で、1隻も攻撃に成功していなかったという。ちなみに、この時に一つ改善されたことがあって、本当は、沖の方に 26km 進んだあたりでネガーを出撃させないといけなかったんだが、それを解決するために、人力で運べる、乳母車のようなものが作られたんだ。これで、わざわざ沖に出なくても、海岸から出発できたんだぜ。確かに、大きな改善点だったかもしれないけれども、それでもそんな状態で、よくノルマンディで使えたわね。しかし、戦果は上がっていて7月5日、7日、20日と8月3日の4回出動したんだが、7月5日は、24隻出動で、2隻のイギリス軍装海艇、HMS マジック及び、マジックの生存者を捜索に来た HMS 加藤を撃沈し、7月7日は、21隻出動で、装海艇 HMS パイレイですと、ポーランド軍に貸し出されていた第一次世界大戦からのイギリスの巡洋艦、ORP ドラゴンを撃沈。20日は、イギリス海軍の駆逐艦 HMS イシスが、ドイツ軍の人間魚雷にやられたのではないかと疑われていて、8月3日は、HMS クオーンが、S ボート、爆薬を搭載したモーターボート、人間魚雷と低空飛行する航空機などの兵力により撃沈したんだ。何か作戦はあったの?特に5日と7日なんだが、潮の流れがネガーの速さより速くて、かつ、向かい風がその潮の流れよりも弱い日が、1ヶ月の中に4日間ほどあったらしく、そこを狙ったのね。狙った場所は、ノルマンディ地方の海岸を、連合軍はそれぞれの国が5分割して攻めてきていて、東から西へそれぞれ、イギリス、カナダ、イギリス、アメリカの順に、ソード、ジュノ、ゴールド、オマハ、ユタとネーミングされていて、ネガーの航続距離を考慮に入れると、一番近場のソードに向かって仕掛けていき、狙った時間は、夜中の23時から1時に出動、3時から5時に目的地にたどり着いて、そこで魚雷発射。そしてその時間帯にちょうど潮目が変わって、また潮の流れを利用しながら戻っていったんだ。考えたわね。7日もこれで行こうとしたんだが、何が起こったの?お月様が綺麗だったんだ。ふざけてるのか?月に照らされてドーム型の蓋がキラキラと、バレたのね。手首につけられたコンパスと、夜空にある星座も頼りに方角を調整しながら、船首に立てられた照準用の突起と、ドーム上の軍拡メモリとを目視で整合させて、魚雷の狙いを定めていたんだが、続けて攻撃するからバレたのよ。それでネガーの改良型のマーダーが作られたんだ。ってことは、潜れるようになったのね。電池を搭載して航続距離を増やし、全長が少し長くなって、そして、最大25メートルまで潜れて、10メートルほど潜ったままで進めるようになったんだ。そういえば、魚雷は何がついていたの?アイマル共和国海軍、及びナチス、ドイツ海軍で第二次世界大戦中に使用された G7 という魚雷で、直径533ミリ、全長7163ミリ、
全長7メートルって、思ったより大きいわね。蒸気エンジン方式の G7A と、電気推進方式である G7E に大別されていて、搭載されていたのは電気推進方式の G7E だぜ。ってことで、ご視聴ありがとうございました。